俺の名前は勝山勝樹、一人暮らしの大学生、ピザ配達のバイトをしている。いつものように指定された住所に俺はピザを抱えてやってきたのだが。はい。お待たせしました、ピザをお届けに。ありがとうございます。扉を開けて現れたのはボロボロな服を着た女性だった。2200円になります。はい。これクーポン。クーポンですね。ごめんなさい、これ日付去年ですよ。他にクーポンはお持ちですか？ごめんなさい、クーポン使えると思って、そのお金が。お姉ちゃん、ピザ来たの？来たんだけど、その早く食べたい、お腹空いたよ。参ったな。なんとかしてあげたいのだが、お金が足りないんじゃ売ることはできない。そうしましたら、このピザはお出しできませんので。そうですよね。お姉ちゃん、ピザは？ピザもらえないの？ごめんね、めぐみ。ずっと食べてみたかったのに、ピザ。お出しできないのですが。だから、売らずに渡そう。もう作ってしまったので、廃棄するしかないんですよね。なので、よかったらこれ、捨てておいてもらえますか？もちろん捨てる場所はゴミ箱でも胃の中でも結構ですが。いいんですか？いいも何も、むしろお願いしてるのはこっちなので。ありがとうございます。お姉ちゃん、ピザ食べれるの？食べれるよ。よかったね、めぐみ。前通り。当然俺の自腹である。翌日。お兄ちゃん。ピザのお兄ちゃんだよね。こんにちは。あれ、君は？めぐみ、知らない人に声かけちゃダメって。昨日はありがとうございました。いえいえ、まさかこんな早く再会するとは。もっとも、届けた場所が俺の住所から近かったから考えていなかったわけじゃないけど。私、相山愛理って言います。あの子は妹のめぐみ。俺は勝山勝樹です。お、勝樹さん、いい名前ですね。ちなみに小学生の頃のあだ名はウィンウィンである。ダサい。お兄ちゃん。お。ねえねえ、一緒に遊ぼう。よし、来た。あの、ごめんなさい、こんなボロボロなおもちゃで。いえいえ、それだけめぐみちゃんに長く愛されてる証拠ですよ。勝樹さん、今日もありがとうございました。すみません、こんな時間まで。大丈夫ですよ、特にやることなかったですし、むしろ暇を持て余しすぎていたからちょうどよかった。本当に昨日も今日も迷惑かけっぱなして。だから気にしなくても。昨日誕生日だったんです、この子の。だから食べたいものを食べさせてあげたかったんです。普段ろくにお願い聞いてあげられてないから。いわく、父親の借金の保証人になってしまった彼女は毎月多額の支払いに追われているらしい。父親が今何しているのかはわからない。そんなことまで踏み込んでいい立場じゃなかった。来てくれたのが勝樹さんで本当に良かったです。めぐみ、すごい喜んでました。多分こんなことは今考えることじゃないんだろうけど、この人すごい美人なんだな。帰り道、何やら俺におんぶをしてもらいたがるめぐみちゃんを背に3人で歩く。どうも随分懐かれてしまったらしい。どうしました？いや、背高いなーと思いまして。こうして並んで歩くとよくわかるな。下手したら俺と同じかそれ以上。なんか微妙に嬉しくないです。ごめんなさい。いかん、つい癖が。俺、自分のスタイルに自信ないからな。わざわざ送ってもらっちゃってすみません。いえいえ、それじゃ俺はこれで。その、また会えますかね。きっとそのうち会うこともあると思いますよ。そのうちですか？とにかく今日はもう帰りますね。また後日。はい、また後日が本当にあるといいんですけど。何かあったらいつでも声かけてくださいね。はい、連絡先も聞けませんでしたけど。え？それじゃ、おやすみなさい。
ああ、今日は久しぶりに充実した休みだった。うわあ、あの、どうしました？同じアパートだったんですか？それから、同じアパートに住む俺たちの交流は次第に増えていった。おはようございます。おはようございます。奇遇ですね。私もちょうど外に出たところで。なんか、その割にはめちゃくちゃ汗かいてませんか？別に待ち伏せしてたわけじゃないですからね。アパート内で挨拶することも増え。兄ちゃん、ブランコをして。はいよ。お兄ちゃん好き。はいはい、俺もめぐみちゃんのこと好きだよ。わーい。どうしました、相川さん？いえ、そのん？相川だとどっちを呼んでるかわからなくないですか？え、でもめぐみちゃんのことはめぐみちゃんって呼ぶし。私は相川さん。あ、休みの日には一緒に遊ぶ仲になった。どうも。あ、勝樹さん、どこか行かれるんですか？ねえ、ちょっと駅前の方まで。駅前。そうだ、愛理さんも暇なら一緒に。いや、私はいいです。ん？そんな人目につくところ一緒に歩いたら申し訳ないですし。それじゃ。ちょっと愛理さん。こんな私じゃ勝樹さんには合わないよね。はい、どうぞ。おにぎりです。ごめんなさい、こんなものくらいしか用意できなくて。いやいや、そんなことないですって。ありがとうございます。彼女の手作りってだけで俺からしたら十分すぎる。もう少し稼げる仕事できればいいんですけどね。妹の面倒もあってなかなか。まあ私、取り柄らしい取り柄もないので、稼げる仕事って言ってもたかが知れてると思いますけど。愛理さん向けの仕事か。当てがないわけじゃないが。ねえねえ、お兄ちゃんとお姉ちゃんは夫婦なの？はい。絶対一緒にいる男と女は夫婦だって前に本で見た。何言ってるのよ。だいたい一緒に住んでるわけでもないのに。今日恋人？バカなこと言わないで。もう違うの？なんだ。ごめんなさい、まためぐみが変なこと言って。いや大丈夫ですよ。恋人か。そういえば俺たちの関係ってどうなんだろう。お隣さん？友達？なんかどれも違う気がする。だいたい私なんかじゃ勝樹さんに釣り合うわけ。あの、愛理さん。はい。明日よかったら一緒に出かけませんか？え？もちろん予定があるなら大丈夫なんですけど。ないです。私に予定なんて大層なものはありません。でも、いいんですか？え？私こんなですし、一緒に歩いたら恥ずかしいんじゃ。どこがですか？美人だし身長も高くてスタイルもいいじゃないですか。勝樹さん、でも私外出用の服も全然ないですし、一緒に出かけるにはとっても。あ、それに関しては大丈夫ですよ。え？そして翌日。どうですか？めっちゃ可愛い。やめてください、茶化すのは。茶化してない、マジで可愛い。もともと可愛いのに着飾ったらもう無敵だ。他にもこれなんかどうです？あ、こんなかっこいい服私には似合わないですよ。大丈夫、愛理さんなら絶対似合う。おお。恥ずかしいです。やっぱりこの子ありえんくらいスタイルいいな。でもなんか楽しいですね、こういうの。私今までこういうの外から眺めるだけでお店に入る勇気すらなかったから、すごく新鮮です。ならよかったです、連れてきて。はい。じゃあそろそろ出ましょう。いつまでもここで試着ばかりしていたらお店の人に申し訳な。何言ってるんですか。全部買えますよ、これ。はい。あの、いいんですか、こんなに買っちゃって。はい、全然。せめて袋持たせてください。買ってもらってあげく荷物まで持たせて。いいですって、買い物中袋を持つのは男の義務です。そんなものはありません。というか母さんとだったらこの程度の荷物じゃ済まないしな。この後はどこ行くんですか？ああ、俺の実家へ行こうかと。母に紹介したいですし。ええー、
さ、着きましたよ。それじゃ、早速中に。ちょっと待ってください。あ？その、確かに私、結構まんざらじゃないと思ってて、正直、めぐみに余計なこと言わないでと思いつつも、本当にそうなったらいいなって気持ちがなかったといえば嘘になりますけど。あの、アイリさん？じゃないと、そもそもここまでついてこなかったというか、でもですね、いきなり家族に紹介っていうのはちょっと行き過ぎなんじゃないでしょうか。母さん？全然聞いてない。はーい。どうしよう、私何話すかも決めてない。あら、本当に美人さんじゃない。あなた、相川愛理ちゃんだっけ？そうですけど。スタイルも最高ね。よし、じゃあ勝月、あんたは帰ってよし。え、実の息子に対してなんちゅう扱いだ。じゃあ準備するから待っててね。これは愛理さんのことを紹介したかったんです。少しでも力になれればと思って。え、お母さん結構歴の長いカメラマンでさ、撮影モデルとしての仕事なら協力できるかなって。あれ、もしかして余計なお世話でした？いえ、お気持ちはすごく嬉しいです。というか、めちゃくちゃ嬉しいです。ただ、私が変な期待をしすぎたせいで、その期待を超えられなかっただけです。それから、お兄ちゃん、一緒に遊ぼう。あ、いいぞ。愛理さんの仕事は順調で、以前よりも随分生活は改善された。母も最高のモデルを捕まえてきたわねと、ご満悦の様子で何よりだ。ねえねえ、お兄ちゃんたちはいつ結婚するの？そら仲良しなんだから早く結婚したらいいのに。めぐみ、お兄ちゃん欲しい。困ったな。ねえ、アイリさん、いつ結婚するんですか？え、